はい、本日はですね、ノースフェイスのテックラウンジシリーズを購入して失敗やった点と、まあ、それでもおすすめできる理由というところのお話をしていきたいなというふうに思います。タイトルにですね、まず矛盾だらけだとは思うんですけども、まあ、買ってみて最終的な決断としてはちょっと失敗したなっていう部分が唯一1個だけあってですね、それ以外はめちゃくちゃいいなっていう思ってはいてるんですけど、まあ、その1個ちょっと微妙な点があったので、まあ、買って失敗したなって最終的には思ってるんですけども、機能的なところとかは結構良かったりするので、まあ、それについて話す動画を撮っていきたいなと思います。で、僕が持ってるテックラウンジシリーズっていうのがこちらになってるんですけど、これがだいたいもう4年ぐらい前に購入したテックラウンジシリーズの T シャツ半袖になってるんですけども、このテックラウンジシリーズは半袖以外にもカーディガンとか、あとパンツとかで、それ以外に以前はロンティーを販売してたりはしてたんですけども、まあ、その時にですね、僕はこの半袖を購入したっていうことになってて、まあ、このネイビーを買ったんですけど、まあ、これが失敗やったということになってて、まあ、先におすすめする理由的なところからお話していきたいなというふうに思うんですけども、まあ、僕が購入した点、まあ、要は惹かれた点っていうところになってるんですけど、まあ、パッと見はそんなに至ってシンプルな感じなんで、まあ、ロゴが一応ですね、この胸元にノースフェイスって若干入ってたりはするんですけど、まあ、それ以外は本当にシンプルな感じになってるので、まあ、特に目を見張るような感じではないんですけど、このテックラウンジシリーズは結構人気で、まあ、すぐ完売したりはするんですが、もともとこれがですね、快適性とかを意識して作られたっていうことと、あとまあこの素材感がマイクロファイバータオルをイメージして開発されてるっていうことなんで、触り心地がめちゃくちゃいいんですよね。だから手にパテ取った瞬間、あ、めっちゃ触り心地いいやみたいな感じで、ってことは着心地もめっちゃいいんやろうなと思って、まあ、僕は 3,4 年前に購入したっていうことになってるんですけど、まあ、本当に無地でシンプルなんですけど、まあ、着心地快適性っていうのを重視してるような T シャツになってて、まあ、それ以外にやったら、あとシワになりにくいっていうのが特徴的 でシワになりにくい生地の代表的なものって言えばポリエステルになってるんですけど、ポリエステル 100% で作られてるので、例えばこうくしゃくしゃにしてカバンの中に掘り込んだ状態のまま、例えば旅行行ったりとかして、うわ着替えないと思ったら、このくしゃくしゃのをパッと広げても全然シワにならへんっていうことになってるので、まあ、ポリエステルの特徴であるシワになりづらいっていうことで、まあ、携帯性もいいっていうところになってますので、まあ、これは例えば半袖 T シャツなんですけど、カーディガンとかやったらちょっと上着で羽織るとかに、まあ、カバンの中にピュンって掘り込んどいてすぐパッて出してもシワなってないっていう感じになると思うので、やっぱり大の大人がカーディガンリュックから出してシワシワのカーディガン着てたりしたらちょっとどうかなと思うので、まあ、そういうところでシワになってないっていうのはあんまり神経質に取り扱わなくていいので、まあ、結構気に入る方は多いんじゃないかなというふうに思います。で、そしてですね、次がですね、まあ、これ本当に何回も何回も着用してるので、特に僕教員時代にこれ着てたっていうこともあってですね、ガンガン洗濯もしてますし、ガンガン生徒に捕まわれたりとかしてるんですけど、まあ、それでも全然よれないっていうことになってて、まあ、このよれないのはやっぱ化学繊維ならではの強さというか、やっぱり綿とかやったら子供らにガンって引っ張られたり、洗濯とかしてたら首が伸びてったりすると思うんですけど、まあ、これはやっぱり化学繊維ポリ100なんでよれてこないっていうことになってるので、まあ、そういうところも踏まえて、まあ、一応購入はしてるんですけど、まあ、そこも良かったかなというふうには思います。で、次がですね、まあ、ポリエステルの特徴であるさっき言ったシワになりづらいっていうところは言ったんですけど、まあ、それともう一個ワンセットでついてくるのが乾きが早いっていうことになってるので、例えば汗とかかいたりとかしてもすぐに蒸発してくれるし、洗濯とかでもすぐパッて乾いたりとかしますし、あとさっき言ってた旅行とかやったら旅行中に濡れたりとかしたらこう手洗いして石鹸とかで、で部屋の中にピュッて干しといたらもうすぐ乾くってことになってるので、あんまりシーンを選ばず着れるっていうところも、まあ、購入した点にはなってるんですけど、まあちょっと残念なところがあるので、まあそれは後で言っていくんですが、まあ、一応今のところはいい点はそんな感じになってて、まあ、さらにあともう2つあるんですけど、もう1つ目っていうのが、まあ、取り扱いが楽になってるので、まあ、先ほどと言ったみたいにシワにもならへんしすぐ乾くので、もう洗濯機とかもガンガン気にせず掘り込めますし、で他のものと一緒に洗っても全然気にならないっていうことになっているので、まあ、ただ例えば白のテックラウンジシリーズとかやったらデニムとかと一緒に洗うとちょっと色は映ると思うんですけど、こういうネイビーとか黒とかやったらもう何と一緒に洗ったって色も映らへんし、シワにもならへんし、すぐ乾くし、全然何も気にすることないっていうことになってて、で洗濯から取り入れてももうやってくしゃくしゃの状態で、もし仮にクローゼットなんか掘り込んでたとしてもすぐ着ようと思ってもこうやってすぐシワが伸びてくれるので、まあ、取り扱いはめちゃくちゃ楽になってるかなと思います。でその次にいいのがですね、これはホコリとかゴミとかがつきにくいので、まあ、先ほど言った時みたいに洗濯とか一緒にしたらこういう暗い色のってタオルの繊維がすぐついたりとかすぐホコリついたりすると思うんですけど、このマイクロファイバー的な素材が理由なのか全然そういう繊維とかがつきにくかったりしてるので、まあ、そういうところでもいちいちコロコロしたりとかせんでいいので、例えば黒の T シャツとかで繊維気になるわっていう方がいらっしゃれば、これの黒色とかやったら全然
全然繊維もつかないので、まあ、いいかなと思うんですが、まあ、以上言ったあたりっていうのが僕が購入した時の決め手っていうことになって、まあ、3,4 年前に購入して、まあ、何も気にせんでいいやんと思って、まあ、買ったんですけど、まあ、結果から言えば失敗やったなと思ってる理由っていうのを今からお話していきたいなと思うんですが、まあ、何度も言うようにこのテックラウンジシリーズっていうのは、まあ、めちゃくちゃ機能的になってて快適性なので一着で何役にもなる。だから極端な話、私服にもなるしトレーニングウェアにもなるしパジャマにもなるし、まあ、どんな用途でも使えるっていうところで、まあ、僕は仕事着として使ってて、まあ、今とかやったら寝巻きがメインなんですけど、まあ、使ってるっていう感じにはなってるんですが、一貫性僕が唯一引っかかってる部分っていうのが、これはあの T シャツに限定するお話になるんですけど、デザインが微妙やったっていうことになってて、まあ、これは僕の場合に限るかもしれないんですけど、僕の体の形とは全然合わなくて、まあ、僕がパッて来たらなんかお医者さんみたいな、なんか手術中のお医者さんみたいな感じの格好になって、なんかヘイヘイドクターみたいな感じの芸人さんいてると思うんですけど、まあ、なんかそんな感じになったんで、なんか着ててしっくりこうへんなと思いますし、絶対私服で着ようとか思わなかったんで、まあ、唯一デザイン性っていうのがもうあまりにもシンプルなので、シンプルなものってやっぱりサイズ感とか形って結構重要になってくると思うので、まあ、僕の場合で言うとちょっと首元が空いてる感じとか、ちょっとボックス型のシルエットっていうのが、まあ、僕にはあんまりハマらんかったっていうことになってて、これあの公式サイトの方でも着用してる画像ってあるんですけど、まあ、それ見ても、まあ、僕個人的にはかっこいいとは全然思わなかったんで、まあ、デザイン性が唯一失敗したなというふうに思ってて、まあ、逆に言えば他のロンティーとか、あとまあそれこそカーディガンとかやったらめちゃくちゃ着れると思うんですけど、 T シャツを買ったのがめちゃくちゃ失敗やって、結局僕は何役にでもなれると思ってジムでも私服でも寝巻きでも着れるわと思って買ったは買ったんですけど、結局寝巻きにしかなってないってことになってるので、まあ、寝巻きにしては少し高い T シャツかなとは思いますが、まあ、睡眠の質を上げるためやと今は思い込んで着用してるってことになってるので、例えば僕の場合で言ったら先ほど言ったみたいにカーディガンとかであればめっちゃいいとは思うんですけど、ただカーディガンっていうのがこのテックラウンジシリーズはめちゃくちゃ早く売り切れるのですぐ完売になって、まあ、人気のアイテムっていうことになってるので、もう今現在ではあの今年のモデルっておそらく完売してると思うんですけど、毎年多分春ぐらいになったら出てるっていうのがこのテックラウンジ系なんで、もう 3,4 年は出てると思うので、まあ、気になる方とかは早めに見張った方がいいとは思うんですけど、まあ、いつもこの時期ぐらいになるとカーディガンだけはもう完売してるっていう感じにはなってます。まあ、なので僕が失敗した要因っていうのは、まあ、素材とか機能的な部分っていうわけじゃなくて、そこは熟知したかってつもりなんですけども、いかんせん形がものすごい似合わんかったっていうことになってて、まあ後で一応着用動画見てもらうんですけども、ほんまに着こなせてないというか、なんやそれっていうようなシルエットになってるので、もしかしたら着用動画出さん方がいいでっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあありのまま伝えようかなと思ったんで、まあ、僕の変な着用動画も後で見てもらおうかなと思います。であと最後にちょっと一個言うの忘れたんですけども、これがですね、一応あのこのテックラウンジシリーズを購入した際は一緒に袋もついてきて、それはあのこうちっちゃく畳んで掘り込めるような袋があるので、まあ、本当に旅行とかでも使えますし、まあ、着替えとかでも使えたりするんかなと思うので、まあ、僕の場合で言うと、まあ、旅行先で着る寝巻きとしては持っていけると思うんですけど、私服では着ないんですけど、まあ、そんな感じのアイテムということになってます。まあ、なので機能的な部分とかはめちゃくちゃ気に入ってるがゆえに、もう見た目が合ってないっていうのがめっちゃショックやったんで、まあ、これはずっと僕の心の中に秘めてたことで嫁とかにも一切言ってなかったんで、まあ、今回初めてこうやって動画にしてあの皆さんにお伝えする感じにはなってるんですけど、まあ、僕の個人的な意見としては、まあ、これはデザインが僕と全く合ってないっていうことになってるので、まあ、買って失敗やったなというふうには思ってます。ではですね、最後は着用動画見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、一応サイズ感としてはちょっとボックス型になってますので L サイズを着用してるんですが、 M やとちょっと着丈が短かったんで L を着てるという感じになってます。では本日はですね、ノースフェイスのテックラウンジシリーズを紹介してみたという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。